はい、しんしんです。今日はですね、ワッツだったら売ってたエコー金属さんのオイルポット約 700ml があったので、購入しました。それでは、早速開封していきたいと思います。これね、なんかダイソーの方ではもうなんか人気といいますか、全然商品がなくてですね、今日たまたま、ワッツに行ったら大量にこのオイルポットがあったので、あ、これウッドストーブとかになるやつだと思って購入しました。あ、ウッドストーブにもなるような改造もできるし、あとは火消し壺として、使えるよっていうようなことで、まあ、人気があるような、まあ揃え用としてはちょうどいいのかなということで、ちょうどね火消し壺も探していたので購入して見てみました。結構ね、蓋はね、ただただね、もうホコリをね、ホコリが被らないようにするような蓋のような、ちょっとカタカタする感じでした。で、これのいいところがやっぱ持ち手があるっていうのがやっぱいいですよね。で、中の腰木を取って、これでもう火消し壺になりますよっていうような、ものですね。とても一人で使うにはいいと思ったんですけども、ちょうどね、今のさっきのとこね、なんかへこんでたんですよ。おいおいみたいな、ちょっと納品ちゃんとチェックしてくれよっていうふうに思いましたけどもね。はい、というわけでこんな感じで火消し壺をいろいろと探しておりましたけれども、最終的にはバンドックのこのチャコール缶になりましたよっていうようなお話でした。どうもありがとうございました。